さっき届けた冷凍のゴンバオローディン食べたことある？あそこのメーカーのはない。そうなの？あれすごく美味しいよ。味が結構濃くてさ、さっきの缶詰とは逆でお酒のおつまみに最適みたいな。それはいいな。でしょ。だが依頼主は飲む方だったか。まだ学生だったと思ったが。飲むってよりご飯のお供にって感じで言ってたかな。ほら、あそこの探偵事務所のみんなでご飯とか食べるんじゃない？わかんないけど。なるほどな。じゃあ私たちも今度のパーティーで買って食べようよ。冷凍食品だから温めるだけだし。ああ、簡単だな。ボスは失敗しそうだけどね。温めすぎて燃やしたりとかしてさ、勝手に燃える方が悪いんだよとか言ったりして。違いない。